カバルはシティだけでなく、トラベラーも攻撃しています。俺のゴーストがこのカバルをレッドリージョンって呼んでる。イコラ、知ってるか？カバルの冷酷な精鋭部隊と聞いている。今まで一度も敗北したことがないとも。それも今日までだ。ガーディアンが粉砕するのだからな。でもザバラ、まずはトラベラーを助けないと。トラベラーのことは後だ。市民の安全を第一に考えろ。敵は相当訓練を受けている。だが負けるか。最後の市民が避難できるまでこの場所を守るのだ。来るぞ、シールドの中へ。ゲートを通過させるな。避難シャトルがまだ残っている。
場所を守れ。守りきったら次はあの司令船だ。ミサイルだ。シールドの中に入れ。まだ来るか。ガーディアンの底力を見せてやるぞ。最後のシャトルが飛び立った。でも預言者の姿はなかった。今から探しに行く。プラザは任せろ。イコラと行け。預言者を見つけろ。わかりました、司令官。いなかった。レッドリージョン、これ以上の犠牲は許さない。私が地獄に落としてやる。ザバラ、イコラなら預言者を見つける。あの司令船を何とかするぞ。タワー北部に向かえ。アマンドホリデーとそこで合流しろ。頼みの綱のガーディアンを拾ったよ。司令船に乗せろ。急げ。しっかり捕まって。お願い、抵抗して。行くよガーディアン、とことん暴れてやりな。任せとけ。ロボットセーブな。
ルドがダウンしたら教えて。合図があったら全員で総攻撃をかける。あのホログラムは役に立つかも。調べましょう。よし、シールド生成器は船の最下層です。
シールド生成器はこのすぐ先です。よし、タービンを破壊すればシールドが弱まるはずです。よし、その調子です。熱レベルが上昇。そのまま続けて。ザバラ、やりました。シールドダウンです。ザバラ。船の上甲板に行きます。アマンダ、なんとかして助けないと。無駄だ。招待しよう、光なき世界。ガーディアン、何か変です。気がらわしい目で見るな、仮想生物。弱い上に未熟、防壁の後ろに隠れる臆病者め。勇敢だと、ただ死の恐怖を忘れただけだ。今思い出させてやろう。弱い分際で光を授かるのもおこがましい。我が名はガン。お前の光は我がもらう。
ガーディアン、光を失いました。シティもトラベラーも全て奪われました。レッドリージョンが力を失ったガーディアンを次々と。ここから離れましょう。 緊急通信を検知しています。合流地点からです。みんな地球から脱出しています。自分で何とかするしか。